155年目のシーズン、オーダーを発表するぞ。1番センター、中本。2番ショート、狩野。3番サード、小栗。4番レフト、吉田。5番セカンド、岩村。6番ファースト、中村。7番キャッチャー、セリアー。8番ライト、平野。続いて投手陣。先発調子次第、桑田。先発調子次第、小山。先発調子次第、蘇我。先発調子次第、青柳。先発調子次第、宮前。先発調子次第、宇賀神。中継ぎビハインド、葛西。中継ぎビハインド、今福。中継ぎ接戦時、ブラック。中継ぎ接戦時、ディクソン。中継ぎ接戦時、武藤。セットアッパー、浅尾。クローザー、藤川。留学選手が帰国。中島ミートが D まで行ったか。一気に上がったな。宮下もしっかり打撃伸びたで。こいつは使ったとしても次のセカンドだな。まだ時間はかかるだろうし、しっかり成長しておくんやで。宮下もここからだな。打撃が伸びればワンチャン出番があるかもな。夏の国際大会メンバー。メジャーリーガーの斉藤も選ばれたか。投手もまあまあ選ばれたな。狩野も選ばれたぜ。阿部か。決勝に進めずか。阿部ジャパンダメだな。天聖どんでん選ばれたか。うちからは二人だな。吉田は打点王で狩野は盗塁王。吉田の打点はさすがだな。最優秀中継ぎはうちの助っ人勢だ。西武のベケットもだな。助っ人ガチャの時間だー。今年も天聖助っ人はなしか。ほんと全然出なくなったな。A 評価はこいつだけだけど赤特確定だからスルーだ。ドラフト選手の能力。平野は留学で打撃もいい感じになりそう。ここまでは成績全然だな。これじゃ大谷と変わらないから後半戦に期待。新井もまだ時間かかるな。コントロールと変化量だな。ニセギータミート C じゃなかったか。D ならまだしも E なら話にならんな。今シーズンもこのお時間、マジで西武黄金時代すぎだろ。これは大正義ライオンズですわ。阪神タイガース対埼玉西武ライオンズ、日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。タイガースの先発はロマンあふれる男前青柳。対するライオンズの先発は北九州のドクター K 沢井。この両投手の先発が発表されています。負けたー。何やってんだ。大勝だぜー。常にこれくらいで勝て。さて本日の日今日も大勝だー。その調子だ。小山いいぞ。
今日は負けたか。しっかりやれ。やべえ。何やってんだ。お前らしっかり旋回。引き分け終了。これで落王手だぜー。明日絶対勝てよ。日本一だー。瞬間に明暗がきりと分かれました。タイガース日本一の栄冠。333、332、333、334。まだまだ全然ダメだな。まさかここまで苦戦するとはな。西武も黄金時代みたいだからな。今後は要注意だ。喝采の中、選手たちがファンの声援に応えています。そして今日ついに日本一までたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。見事日本一となった。さあいっか。日本シリーズは全然ダメだったが、新スカウト大谷が有望選手をバンバン連れてくることだろう。期待しておくんだな。120勝に届かずか。大谷がいなくなったのにダメじゃねえか。防御率かなり悪くなったな。投手陣しっかりやれ。打率は変わらずか。大谷がいなくなって変わらずは意味ねえな。後継者の平野が上がってこなかったのかな。セリアでダメだったのか。マジか。兄貴めー。MVP は中本。平野は新人王取れなかったか。残念。西武は前三冠王取ったやつと小久保か。山賊打線が復活してるから強いのね。ノリさんも頑張ったんだな。平野残念。1年間使ってダメだったか。沢村賞は青柳さん。平野後半戦結構巻き返したけどな。まあ最低限といったところだな。中本は1番でホームランを取ったんかい。小栗は求める成績は残せるようになってきたな。この1番から3番のモブ取りをいいぞ。平野以外はどこからでもホームランを打てる打線だな。青柳と桑田は安定してるな。勝利の方程式もよかろう。他の投手陣しっかり頑張るんやで。カリノー。まさかのメジャーかよ。奥井一族世界進出やー。選手の契約公開。ハーンは首。ハーンここで切られたか。もう出て行っていいぞ。ゲミルも首。しっかり衰えてきてからリリースしていく。キャッチャーは他球団に取られると厄介だからな。ギルバートも首。チケットキャッチャー大量リリースだ。ウジイエも首。今までお疲れさんだぜ。ギラーミンも首。ギラーミンもここまでか。矢吹も首。どこかに拾われるかな。以上だ。さあ大谷スカウトの初仕事やでー。
見ていくぞ。まあまあレベルはいるな。二刀流だー。大谷がリストアップした二刀流か。期待できるかも。野手能力はそこまでだな。そんなに化け物レベルの二刀流ではないかな。大谷が連れてきた二刀流だがそこまでだな。投手の転生はなし。ノマだー。ノマは結構能力高いからな。パワプロではかなり能力が高いことで有名なノマ。高卒だったら余裕で1位確定なんだけどな。現段階ではまだ未定か。こいつ強いな。若い分の間じゃなくてワンチャンあるかも。高橋義彦だー。こいつは結構初期で出て活躍してたよな。打率と盗塁数が結構優秀だったな。次のショートかセカンドにコンバートもありだな。中島よりかは高橋の方がいいかもな。ドラフト1位は高橋だ。次期ショートかセカンドの筆頭候補だぜー。ノマの方が人気か。3球団競合か。絶対当てるぞ。これだ。きたー。ふん。ノマはセーブか。今年の転生は2人だな。ドラフト2位はこいつ。高卒ならまあまあな能力。ドラフト3位はこいつ。この二刀流まだ残ってたか。以上だ。今年のドラフトはまあまあ良かったぜ。顔同じじゃねえか。セカンドのサブポジをつけて留学後どうなるかだな。しっかり打撃を鍛えるんやで。三つ堀はどこまで育つかだな。まあせいぜい頑張るんだな。マジでそっくりで笑った。こいつはあと一球種覚えさせてからだな。打撃はそこまで期待はできなさそうだな。帰国選手はなし。仮のまさかのメジャー挑戦。生意気な野郎だ。
高橋が入ってきたがお前を出すわけにはいかねえな。あー世界の奥へ一族計画がまだ31歳だからな。もっとベテランになったらまた考えてやる。来シーズン怒りの FA かな。そしたら5年はポスティングできねえけどな。あん仮野の来シーズンは見物だな。さあ FA だぜー。赤いな。うちはいらないな。まあ普通だな。これくらいは今はゴロゴロいるからな。こいつカットとツーシームだけかよ。成績は普通にいいな。はいドクター巨人でおとなしくしてると思ったら FA かよ。戦力外で移籍しまくって巨人で落ち着いたと思ったら FA か。まあ成績は良くはなってるな。まだ30歳か。4玉あるけど得の多いな。パワー以外はいいぜ。うちはいらんな。ハイド取ってやろう。まさかのハイド獲得だお前戦闘員だったのに今は2億4000万かよ。だいぶ丸くなったようだな。年俸10億だが1年契約だ。背番号もくれてやる。1年しっかり働いたら来シーズンも面倒見てやろう。お前の大好きな大金だ。もちろん来るよな。戦闘員ハイド復活。さすが20億払えば戦闘力も復活するな。明らかに就活のために頑張っててわろた。去年が初の2桁勝利だったのか。保証は金銭だ。みんなセリーグに来たのか。おいこら。ブラック亡命希望。お前はまだ出さねえぞ。アダムズもか。こいつは使いたいがなかなか出番がねえな。とりあえず二人は確保だ。留学は平野と浜岡を。アメリカリーグだ。若手はしっかり育てよう。さあ今年は勝ちまくるぜー。まさかあのハイドが FA してうちに来ることになるとはな。どれだけ活躍できるか楽しみだぜ。続く